はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルール何もなし、ガチ腕っぷし勝負というわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティー、はい、こちらというわけで4枠目メインキャラクター5周年カイドウを使っていくんですが、5周年時に登場した限定キャラクターというわけで、このカイドウフォームチェンジ、まあオーバードライブ持ちでして、このフォーム2がめちゃめちゃまあ登場した当時注目されてたんですよ。ガードダメゲン貫通という、防御ステータスすべて貫通する 580% ダメージ、これやばいんじゃないかと、でそういう噂が立ってたんですけども、まあ、いざ登場してみて分かったことが、このオーバードライブがゴミだと。これ HP70% 以下で、なんかオーバードライブするんですよね。はい、なのでその HP70% 以下を決闘で維持するのがまあめんどくさくて、あ、こいつ弱いなという結論に至って、もう誰も使ってないんですけども、この度友情技でナグモさん登場しまして、HP50% 消費して友情コピー、これが登場したことによりカイドウが最強になったんですよ。 HP50% 消費、オーバードラの条件達成してるし、友情コピー、このカイドウの友情技 40% ガードなんで、全然コピーする価値があるんですよ。理にかないまくっているこの2人使っていく。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、一番怖いのが耐久力ですね。カイドウ一応、必殺で回復持ってんねんけど、2万回復だけなんですよ。だからいかにナルトで回復できるかとかいう、そういう勝負になってきているんで、まあ、ぜひのお願いしたいなと思うんですけども、1枠目必殺ダメアップをこちら側解除しないんですよ。悟空班連れてきてるんで、これちょっとやばい気しかしないんですけども、まあ陸道戦になるとただ信じるのみと、そういうパターンになってますね。頑張っていこうかなと思うんですが、1枠目、ここに関してはダメージ全然出ません。40万ダメ減入ってますわ。まあなんだかんだちょっとダメージは入るのではないかなとはそう思うんですが、回復今回1枠目でしないんで、まあただしかし一応頑張ってくれるんじゃないかなとは思うんですけども、フォーム2にしていきまして、必殺自動変換、このムーブ最近使ってますわ。1枠目悟空班めっちゃ強いで、ぜひにお試しあれではあるんですけども、ほんでここダメージどんだけ入る？全然いいですわ。弱点で殴られたとは思えない防御力、これなかなか素晴らしい。友情コピー吸収か、これ耐えれるかな。ワンチャン無理やぞこれ耐えれんの。高校なんがいい味を出してるんじゃないかなと思いたいんですが、5周年カイドウは、ガード貫通なんで特性の 30% ガード貫通されるんですが、上書きされない、ここ上書きされないのはバカでかいですね。ただしかし高校なんで逆襲ダメージが伸びると、でもバフ回は刺さりますんで、なんだかんだ高校取って大正解なんですけども、耐えれますかね。ここナルトで何個割りする？こっち結構割るんでね。はいと、ぶち割っていきまして、1,2,3,4,5,6,7 個お姉さん超越となりました。7個お姉さん超越なんで耐久力はがっちりしてます。24万ダメ減72万回復なんで、ここうまいこと耐えてくれるのではないかなと思うんですけども、いかほどというわけで頼むから耐えてくれ、ほんまにお願いします。あー、これはがっちりギリギリ耐えていきまして、先行やったら負けてましたね。はい、ここちょっとそうか、怖いんかこれ。高校5周年カイドウパーティーじゃないと負けるのか。そうか、1枠目悟空班なんかええかもしれんなと思ったけども、速やかにジョットに変更するという可能性も全然ありえない。最近ね、1枠目ジョットばっかり使ってるんで、味変したかったんで、今回は、ジョットじゃなくて悟空班、まあこの1枠目と3枠目をただただ入れ替えただけなんですけども、これはちょっとそんなん関係なくちょっと使っていった方がいい気がしますね、これに関しては。ここに関しては回復積んでくれますんで、まあ一応
回復はって通常ダメージは出さないようにしていきながらの、必殺1個吸収していきましてバフ吸っていくムーブにしていこうかなと思うんですけども、まあいかほどというわけで、ここでワンチャンレジェンド溜まったらよかったんですけどもね、まあまあいいでしょう、ダメいかほどというわけで、あ、全然素晴らしいですね。トゲプチ割ってもよかったな。ほんでここ、はい、ゴミダメ、ほんでもって、めっちゃ回復していきまして、はい、来ました。今回ね、カイドウのオーバードライブめっちゃ使いづらいからナグモを、サポートにしてオーバードラ絶対発動させようやないかという、そういう動画やったんですけども、もうオーバードラ発動されとるやないかな。どないしてくれんねんこれな。もうオーバードラ圏内入っとんねんけど、入っとんねんけどいう話で、なんじゃいほい、これはどうなん、こうなったらね、もうね、オバドラをね、発動する意味がないんですよ。じゃあ、ナグモを発動する意味がない。ただただこっち、HP 削るだけなんで。なんでここはね、こんな感じで。はい。盤面触って、はい、これ発動していきまして、割るというムーブにしていきましょうかね。はい。はい、ぶち割っていきまして、こんなになるとは思ってなかったです僕も。はい、皆さんと一緒の意見となってるんですけども、エバフ見ていくんですが、相手さんバフマ見る価値なし、こちら側590とかいうきっしょいの詰めている。いかほどこれ何個ありでしょうか。7個お姉さんというわけで、火力的には超越ぐらいまでいってるかな。ダメージいかほどというわけでガードダメージ貫通いいのが入ります。オーバー400万というわけでありがとうございます。まあ今日こんな感じで頑張っていくんですけども、ちょっとね今のはこっちの耐久力がなさすぎたというただそれだけの話なんで、普段やったらそういうわけにはいかんという状況ではあるんですけども、ラス枠フリー属性ジョリン対面とかいうもう実質覇気まとってるやつ来たんですけども、これノストラダムスじゃなくて一般人でも予言できる未来なんですけども、アイズさんここ2つ割り、まあいかほどというわけでバフ吸収できるんで、ものすごくいいんじゃないかなと思う。ほんで今回先行を取ったか、これ吸収対面だと思うんで先行取ったんなかなか悔やまれるんですけども、あ、もう消費してくれてるやん1枠目と2枠目で。なるほど、ここ友情ダブコピっぽいな。まあ全然痛いもんは何もないので、はい、痛いもん何もないっていうのは持ったんですけども、全然痛いんですけども、ただただ全然全然3枠目と4枠目に吸収飛んでこないというのが確定されたんで、これなかなか優位に働くんじゃないかなと思うんですが、ここに関してはぶち割っていきまして、安定の七子お姉さん超越ムーブ、決まっていきました。ここダブコピやったら厄介やな。トリなんかされたらマジで発狂なんですけども、いかほどというわけで、ナグモがええように使われるか、これ今回使われないというわけででかいですわな。ただダブルタップと、ここの火ダメバフ次枠で吸収できるのがかなりでかいです。はい、もう今ね友情で吸収いるんでね、こういう同時イタチなんかの火ダメバフはもう死んでしまってるんですよね。悲しいことに、ただただ餌を撒いていくだけなんで、その餌を僕は、容易に舐め入り取っていきまして、七子お姉さんムーブめちゃめちゃ吸えんな次枠で。ほんでここダメージまあまあ入るかな。まあ今回先行なんでバフ回もできない状況なんで、ダメージうーわめちゃめちゃ入るやん。備えに入る、お互い共にお互い共になんですけどもね、ありがたき幸せ。呼んでもってこっち100万回復積んでいきながらの、ここなんかさっきから属性有利取れてんな、なかなかでかいんですけども、そうですね、これはまあ青そぎ落としていきまして、おいと、呼んでもって、青産んでいきながらの、これは僕のナグモ&カイドウナグドウがいい道を歩んでくれるんじゃないかなと思いますね。殴るに道って書いてナグドウなんでお願いしたいなと思うんですけども、ここに関してはうまいこと避けるという忖度か、俺これこの避け方忖度か。今綺麗に避けたな。肩を取るかのごとく、バレンタインで好きな子にあげるチョコを作っている女子のごとくやで今の。
うまいこと型取り決まりましたね。ほんでここダメージ、はい、ゴミみたいなダメージ入っていきながらの、はい、バフ吸っていきまして、HP フル満タンになりました。これは、ナグド、自分で示した道、歩んでいこうかなと思うんですけども、友情コピー。はい。今現在、フォーム1のままで、フォームチェーンしていないんですけども、はい。HP50% 消費することによって、オーバードライブというわけで。オーバードライブはね、自分のターン開始時に HP50% 以下になっていたら、あ、HP70% 以下になっていたら、オーバードライブ発動されるんですよ。決闘の場合はね、そのタップ数ごとに、ターン開始時判定なんで、ナグモの必殺、あ、友情打って、次に、もうターン開始時判定なるんで、オーバードラが発動されます。はい、こういうギミックですね。あいつさん、バフ。318!ちょっと待ってくれ、318も積んでる？745とかいう金もーい。こっちね、オバドラ使ってるんで、HP が半分減ってんねん。ちょっと待って、負けるとかいう選択肢ないで。さすがに、ここまでアドバンテージ取ってるんやったら勝てるでしょ。さすがに、ナルトの回復もあるんで、ほんでこいつ今回キラー出ない。これは生人間やな。生人間ムーブ。6つあり。キラー出えへんから言うて余裕やろ。余裕やな。余裕勝利を刻んでいったんじゃないかなと。あい、素晴らしい。強くないんでまたほんとに。ちょっとラス枠で HP 減ってるんで、パーティーちょっと変えますわ。はい、というわけでパーティー変えまして、こんな感じでいこうかなと。思いますわ。ちょっとラス枠街道でやっぱり全然回復できないんで、久々にサイカル使ってゴリンゴリンに削っていこうかなと思うんですけども、ちょっと3枠目不利。ほんでラス枠不利。あ、ちゃちゃ。不利。ちょっとどぎつい対面やな、これ。不利不利、有利不利。3枠不利取られてんのか。まあ、外先生じゃなかっただけマシなんですけども、にしてもちょっと厳しいもんがありますね。これは呼んでもって、まあ1枠目で割られたというわけで、どっちみちこれは解除等々できるんで全然いいんですが、やっぱ1枠目復帰度安定ですね今現在。呼んでもって、クソバフ吸っていきまして、ここなんですけども、ここナルトがどんだけの火力、うーわ、ほんで上書きとかいうゴミ、きっしょいゴミ。あ、これそうかこれそうか、ニジプチばっかやから、これそうなんか、そうなんか対面やな、これ。なるほどなるほどなるほど、これ分かりましたわ。はい、これ分かりましたわ。1枠目、復帰友情ダブコピーあかんな。ちょっと変えなあかんわ、これは。ここ、しがらき発動せずにこんな感じでいきましょうかね。まあ、なんだかんだ、必殺温存はできるんでいいんですけども、次枠、これダメージアホほど与えてもうて、ラス枠にいかんっていうしゃーもないパターンにならざるを得ないんですけども、の、4枠目までいかんというムーブありえるんじゃないかなと思いますね。猫ちゃんと。猫ちゃんをはっ倒すことができないという、カイドウさんはどこの世界でも動物と戦ってますね、本当に。ダメージ以下ほどというわけで。まあ、ここダメージカスなんですけども。次枠がちょっと怖いもんがあるな。ここバフ吸っていきまして、バフ吸ってんのやっぱでかいわ。何万回復や、これ。何個あったこいつ。ちょっと見てへんかったわ。まったく。あー、30万回復か、弱いなー。多分ここバチ割りしたら僕が勝ってしまうと思うねんな。しょうもない。しょうもないやと思うんですけども、一応ダメゲンとか貼られてるものの、ちょっとしょうもないくないこれ。ね。でも、ここ全割りしひんかったら HP 全然残らんしな。友情どんな感じこいつ。あー、それは全割りしましょう。お前の友情技に感謝を述べていきましょう。そんだけの耐久力は逆に嬉しいわ。
3,4,5,6,7,8,9,10個あり。この10個ありはなかなか響くんじゃないかなと思いますね。今週 HP 残ってれば残ってるほど、ポイントを多くもらえますんで、それをうまいこと活かせてるんじゃないかなと思いますね。ほんでここガードも張り寄るし、回復バカ積み寄るんで、全然割って大丈夫。ナルトも回復してくれるんで、で、ああ上限解放してくれてる、でかいね。44万回、ここで70万ぐらい回復しような。ほんでガードも 23% なんで、絶対に貫通できひんわ、さすがに。いくらあの有利といえど難しいもんがあるわ。うわーやばっ、おー奇跡が起こっとるやんけ。114だけ残んの、マジで言うてるか。この残り方マジの奇跡やんか。でっか、これはこれはいいもんが見れましたね。これコムチェンしていきまして、ブチ割りムーブ。フリ属性取られてんねんけど、これさっきの火力見る感じ、今回のカイドもえぐいぞ。バフ回そんな積まれてへんか。あさんバフ、あ65とかいうゴミ。ほんでもってこっち653、必殺ダメージも結構詰めてますわ。以下ほど5つ割りとなってます。これはダメゲンガード貫通なんで、ダメゲンガード貫通なんで、ここ 29% ガード、あとこれダメゲンは30万ぐらい張っとるかな、全部貫通します。はい、ほんで弱体化効きません。弱体化短縮なんでこっち、ほんでこっちは特性でガードダメゲンともにもろもろ張ってるんで、これガードこれ何パーやろ、 50% ぐらい詰めてますね。ダメゲンは30万ぐらい詰めてます。がっちり、あダメゲン貫通か。まあそんなん関係なくガードがいいように働いて、こっちゴリほど、あま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 あ、弱点属性やったからしゃあない火力。この対面やな、サイカルカイドウ。サイカルカイドウでラスワークで HP ギュンギュンに回復するっていうのがめっちゃ気持ちいいわ。おはようさす。というわけで、先行取ってしまったか。なるほど。ほんで友情技変えんの忘れとるやんけ。これ先に友情2枚発動しひんかったら盤面全部虹になるわ。これはちょっとあかんな。相手の友情技次第かな。これナミさんでしょ。友情技そんな感じか。これは次枠しがらけ発動したいんで、こんな感じでいきましょう。はい、まあね、絶対に盤面触ってからこの復帰の友情発動しなあかんとかいう制約何もありませんので、こんな感じでダブルで発動していきまして、まあ順当にバフ積んでいくというパターンにしているんですけども、1枠目ナミさんか、なかなか面白いことしてきよんな。まあ対面的にはほぼ一緒やな。うん、まあラス枠にまあ人外かスネオかのまあ具合だと思うんで、あホムチェンしてきた、これは助かったな。5ターン弱体化なんですけども、あんまり関係ないな、この対面的には。2枠目フォームチェンされずにフォーム1で殴られたら、ダメゲン貫通なんで、まあまあダメージ入る気がするんですけども、まあ、全然大丈夫。どうせ次枠でゴリ回復しますんで。で、弱体化も、なんだかんだカイドウまで、効きませんので、弱体化短縮なんで。ほんでサイカルも短縮なんで、ワンチャンサイカルで切れるかなっていうパターンかな。あここちょっと、ああちょっと強いわ。そういやちょっと弱体化防止やわ、強そりゃちょっと使われるわ。1枠目で変な、こんな弱体化使ってくるやつらも完封すんねんもんな。そりゃ強えわな。ほんでもってここに関しては反り込んでいきまして、土定番でお発していくんですが、これはねワンチャン次でレジェンド貯めたいんで、必殺じゃなくて盤面ぶち割りできたら嬉しいんですけども、できないというわけでね、順当にハートを割っていくだけとなっているんですけども、もうこちら側のバフが盛りすぎて誰かわからんっていう。2枠目にしてあのバフの量おかしない。これまたあれやらなあかんわ、右画面バフで埋め尽くしてみたパート2やらなあかんわ、ほんまに。こんなね、
早々に記録更新できるとは思ってなかった。まだ試してへんねんけども、記録更新できるの確定してるやんな。こんだけバフ詰めんの。おかしいんですけども。ほんでもって盤面触ってくれると。これはでかいね。盤面触り。これはでかいですわ。今の友情コピーされてなかったら盤面割られてなかったな。温存されんのはきっついんで、割られたんでいいんでしょう。ほんでもってここなんですけど、まあ吸収対面で、次のサイカル、まあお互いともにバチ回復するんですけども、これラスアクゲーやな。ラスアクでどんだけダメージ与えれるかっていう勝負になっているんですが、これも全割りして大丈夫やんな、さすがに。さすがに、サイカル対面なんでね。ほんでまあまあ、吸収とかされてるんで、あんま火力出ないんじゃないかなとは思うんですけども。はい。まあ、いかほどというわけで、安定の10個ありかな ?5、6、7、8、9、10。あ、稲入れか。これは、最大稲入れ割りできんのか。なるほど。いい情報を聞きましたわ。ほんでもって、ここ、相手さん何個割りや?あー、素晴らしい割りを見せてくれている。ほんで、0番隊か。回復めっちゃ積むな。これは全割りして大正解ちゃうかなと思いますね。解除全然飛んでこなかったけど、まあ回復バカ積み寄るんで。んでさっき、有利属性で耐えられたんで、相手さんに。だから今回は当倍なんで、全然心配ないんじゃないかなと思います。まあまあ回復すんな、こいつも。ラスワークで結構回復入るな、今回。まあいかほどというわけで、5つ割り。ダメージはがっちり守ったな、こっちは。言うて回復めっちゃ入るんで、はい、そう抑えちゃうかなと思うんですけども、こっちのダメージがどんだけ入るかな。死ぬなよ。素晴らしい。マジでさっきから調整そんな回復した、バカほど回復しとるかな今の回復量。マジか。さあラスアク、ここでまた気持ちいいもん出して終わっていこうかなと思うんですけども、マジでこのナグモ街道、ナグ道、殴る道と書いてナグ道、これものすごく気持ちいいもんがあるんじゃないかなと思うんですけども、でぶち割っていきまして、レジェンドぶち発してバフ見ていくんですけども、ラスワーク友情で吸収されるかなっていうパターンかな。あいつさん149、見る価値なし。こちら側675、必殺ダメージもブチンブチンですわ。いかほど5つ割りとなってます。うまいこと回復も入りますんで、この HP50% 消費が、痛手ではないという状況ですね。ほんでこいつは、ガード貫通にダメゲンにキラーなんですよ。だからここガード 40% 貫通されるんですけども、ダメゲン70万ぐらいはもろくらいしますんで、あんまダメージ出ないんじゃないかな。ほんでめっちゃ吸収された。このバチ吸収は、110% 吸収されたな。攻撃 110% 吸収されたんですけども、まあいいでしょ。うん、あんま関係ないんじゃないかなと思うんですが、いかほどというわけで、あ、めっちゃ関係あったんですけども、ただしかし余裕の勝利を刻めるというわけで、ほんでバチ回復していきながらの、はい、ありがとうございます。さあというわけでラスト1回やっていくんですけども、いやー、ナグも来てくれてよかったわ。カイドウほんまに弱いんでね。こ、あ、先行、あい、ここ先行でいい、全然いい、全然いい。ここちょっと吸収対面なんで、先行取って、バフはこっちに残る方がいいんで、ラスワーク友情吸収対面とか関係なく、ここは、先行取れてよかったんちゃうかなと思うんですけども、いやーマジでナグモ来てくれてよかったわ。ナグモ来てくれへんかったらカイドウマジで弱かったからな。まあ今でもあんまりちょっと火力に関してはもうちょっとあるんじゃないかとは、まあ思うんですけども、まあでも、うん、今まで以上に使いやすくなったしね。 50% 消費もパーティーによってはあのデメリットでもなんでもないんで、マジでこのナグモ使い勝手マジでよろしいですわ。うん、まあ情報修正は待ってるんですけどもね。無双さんとかのあの流れ、最近の復帰とかジョットみたいに上限解放されたキャラでも情報修正というのを僕は普通の記念でもあると信じてますんで、そうなったらカイドウ、これは有力候補になっている。カイドウマジで弱いんで、だから早々にやってほしいなという気があるんですけども。ほんでここ
4つ割全割やな。まあダメージはかすいもんが入るんですけども、その代わりバフめっちゃ積まれるわ。このバフがちょっと厄介なもんがあるな。ダブルバフ100ぐらい積んだんで、恐ろしいもんがあるんですけども、これバフなんぼ吸収できた、なんぼの吸収、あー割りか、なんぼの吸収できました僕。20と80か、100吸収できた。これはでかい。この100吸収はかなりでかいですね。ほんでもってここに関しては、フリか。ラス枠フリか。ラス枠フリの、あれか。あれムーブ。ちょっと怖いもんがあるな。レジェンドぶち発していきまして、盤面触っていくんですけども。まあ、こんな感じで、よろしいかな。はいと。ほんでもってここに関しては、あー、無双さんか。これラスワーク勝負になってんな。先行取ったんがちょっと痛いか今回。ラスワークで、このサイカルのバフ吸収されたらなかなか厄介やな。夜市、ダメゲン貫通なんですよね。なかなか貫通される痛みがある。ほんでここ、めっちゃ、回復されると。次枠有利取ってんのうまいこと生かしたいな、これは。まあ、ダメージ以下ほどというわけで。はい、全然出ない。ガッチリ守っていきまして。ほんで待って、こっち。まあ、全然出ないんで。あ、フォームチェーンすんの忘れて、そこまで、フォームチェーン、フォームチェーンすんの忘れとるやんけ、この、クソみたいなプレイヤー。誰このプレイヤーの名前。なんじゃこいつ、マルトラとかいうクソ人間死ね。ここフォムチェンできひんの痛すぎませんかね。これはちょっと好機を逃した気しかしないんですけども、これはちょっと怖いな。ほんで全割りができない、全割りができないというゴミ盤面オッツやないか。あ、できるというピタスチ。今のピタスチは予想外からの飛んできたお土産なんですけども、七子お姉さん超越、七子お姉さん超越か、超越か、しょうもないね。ここの割り方はちょっとしょうもないわ。ほんでダブルバフめっちゃ積んどるわ。解除が全然追いついていない。ラス枠に吸収絶対いるんで、80吸収されるね。これはなかなか怖いんですけども、全割りしない。ここ全割りしーひんのやばくない？ここ温存されんの非常にまずい気がする。ダメージも全然入らんか、やっぱ。あ、これやばいわ。これどうなる、マルトラ君、マルトラ君、これどうなりまんのな。あ、ちょっとやばい気がする。この 50% 消費がものすごくデメリットになってる気しかしないんですけども、ぶち割っていくんですが、レジェンドも一発圧倒できんねんけど、何にしろ、友情吸収絶対おるんで 80% 吸収されんな。なかなか厄介なもんがあるんですけども、バフ見ていくんですが、相手3バフ260積んどんな。必殺は先バフ、こっち470やけども80が吸収されるような、80吸収されるんで390やな。必殺ダメージはちょっと心もとないかなっていうパターンやね。5つ割りというわけで、ガードダメゲン貫通やねんけど、あー、そんな友情技してる。あ、ほんでちゃんとフォム2にしよるわ。これ相手攻撃350、こっち390。うーわ、ほんでめっちゃつながっとる。これ60%ガードがどんだけ働くかによって全てが決まるな。どうこれ。あ、これは厳しいな。200万オーバーはさすがに無理やわ。弱すぎないでしょうか。